観光地で学ぶ日本語。厳島神社周辺では満潮と干潮があり、干潮時には鳥居の周辺を歩くことができます。だけど、有名な鳥居は140年に一度の工事中、見ることができませんでした。宮島はしゃもじも有名。その場でしゃもじに名前を書いてもらいました。宮島には野生の鹿がたくさんいます。だけど、鹿に餌とかはあげないでね。食べ物の袋や箱も食べちゃうから要注意だよ。